アイテム番号。SCP-28。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-28 はその格納施設内において全期間にわたって、サイズ、位置、形状に関して何らの変化も観察されていないので、現時点で特別な格納の手段は必要ありません。しかしアクセスについては制限されなければなりません。SCP-028 はサイトに格納され、いかなる手段でも移転させることはできません。SCP-28 は 6×6×3 メートル、20×20×10 フィートで一つのドアのついたコンクリートの部屋に封印されています。外に武装した人員が2人配置され、許可を受けた人物のみが SCP-028 に露出することができます。そして SCP-28 自体は無害ですが、その効果は不注意によって多大な害を与える可能性があるため、最大限の注意を払わなければなりません。文書 EL28-1125 参照。説明。SCP-28 は、ミシガン州北部の銅山の放棄された貯蔵庫の外に位置しています。SCP-28 にはいかなる種類の観察しうる物質的な存在はありません。しかしその効果は一般に SCP-028 の、中心、と考えられている箇所の周囲に、1メートル、7フィート、の立方内で起こります。SCP-28 の域内における全ての検査と実験が、異常な結果を示したわけではありません。物体の追加また除去、または SCP-028 に落ちているゴミを除去する行為は、SCP-28 の大きさや形状、または効果の症状や質的な変化に関して何の影響もありませんでした。SCP-028 の域内にいる被験者は、3、6秒以内に、相対的かつ完全な知識に襲われます。この知識はその規模と有用性において完全にランダムで、時には長期間気づかれぬままの場合もあります。より、深遠な、知識は、さらに強力な影響があります。いくつかの事例では、削除済み。文書 EL28-1125 参照。この効果は SCP-28 への出入りによって複数回経験することができますが、2回目以降はさらされるとより強い偏頭痛とめまいを引き起こすことがあります。SCP-028 は、米国特許庁に低温核融合原子炉の設計図を提出した地元の交付の報道についての調査の後、財団の注意を引きました。市はそれについて、まるで晴天の霹靂のように私に降りてきたんだ、と語りました。報道と対象は SCP-028 の発見の後隠匿され収容されました。そして原子炉の設計は SCP-028 の格納庫内において実現されました。SCP-28 の以降の実験は、様々な結果を引き起こしました。文書、EL28-1114。年1月5日のための部分的な情報検索用ログ、中。すべての知識は完璧で、相対的で、直感的である。1998年ニューヨーク市のあらゆる電話帳登録番号。エンジンを既存のパーツのみ使い、人血で稼働するように再設計する方法。中。再。設計し終えるまでに4時間かかります。ガソリンよりも効率よく走ります。ユイック、ルセイバーの鍵の位置。メクラネズミのコロニーの適切なケアの方法。12の SCP の起源と歴史。中。主要部分は、削除済み。イングランド、ロンドン在住のブラックソーン家の家族健康歴。いくつかの未知のホラー穴と、削除済み、を含む、グリーンランド化の地質学的構造。文書、EL28-1125、ログ。E112。被験者 D1182 を SCP-028 にさらすと、被験者は泣き始めて胎児型の姿勢に入り、激しい苦悩の兆候を示した。数。日間は問いかけにも外部刺激にも無反応。これは人生ではない、と述べた直後に緊張病に陥った。被験者は昏睡状態に移行しその後間もなく死亡した。死因はショックによるものであった。E127。エージェントは偶然 SCP-28 にさらされた。エージェントは突然の驚愕と困惑の兆候を示した。質問されると、エージェントは、ちょっと私の考えをまとめますので待っていただけますか、と頼んだ。数秒後にエージェントは笑い、頭を揺らしながら、支給されていたピストルをホルスターから抜くと、自分に銃口を向ける前に、博士を撃って負傷させ、エージェントと、を射殺した。文書、EL28-1128、ログ。実験、1819。被験者 D9843 が SCP-028 に露出された。
年3月19日11時46分。検査により被験者の異常な呼吸活動が明らかになった。年3月19日13時37分。尋問により被験者は、自身の体内の二酸化炭素を再利用する技術を習得したことが明らかになった。年3月19日17時21分。他の D クラス人員に技術を教える再三の試みは失敗した。年3月24日12時11分。被験者は終了した。年7月14日15時3分。検視では臓器の構造に異常は見られなかった。年7月14日18時37分。研究者中、博士。マジな話、どうやったんだあいつ？